友達のマリちゃんは目が見えない。それで考えたんだ。見えないってどんな感じかなって。しばらく目をつぶっていたらわかるかもね。うん、目をつぶっていてみよう。なんてたくさん、いろいろな音。僕は驚いて目を開けた。前と同じしんとした世の中だった。だからマリちゃんに会った時言ったんだ。見えないってすごいんだね。あんなにたくさん聞こえるんだものね。見えるって損だね。ちょっとしか聞こえてないんだものね。マリちゃんは笑ってこう言った。ヒロ君って変わってる。もう一人の友達佐野君は耳が聞こえない。聞こえないってどんな感じかな。よし、しばらく耳を塞いでみるぞ。母さん、耳栓持ってきて。なんということだ。母さんの顔のほくろの数、初めて知ったよ。7つあったんだね。それで佐野くんに会ったとき言ったんだ。聞こえないってすごいんだね。あんなにたくさん見えるんだものね。聞こえるって損だね。ちょっとしか見えてないんだものね。佐野くんはきょとんとしていた。それからプッと吹き出していった。ヒロくん考えすぎ。あ、僕は手話ができない。だから佐野くんはほとんど僕の口を見ていて言うことがわかるんだ。それもすごいでしょ。別の友達のキミちゃんはお父さんもお母さんもいないんだ。神戸にいた時大地震で死んじゃったんだって。それってどんな感じかな。一生懸命考えたけど分かんなかった。だって父さんと母さんを亡くしてみるわけにはいかないものね。だからキミちゃんが来た時聞いてみたんだ。きっとすごく寂しいんだろうね。キミちゃんはちょっと考えてからこう言った。そうでもないよ。本当かな。本当だよ。本当かな。次の日曜にキミちゃんが来てこう言った。私ね、一日じっと動かないでいてみたの。へえ、どんな感じかなと思って。どんな感じだったと僕は聞いた。キミちゃんはこう言った。動けないってすごいんだね。じっとして空を見ていたらいつもの100倍くらいいろんなこと考えたよ。分かったこともたくさんあったよ。だからヒロ君は学者みたいなんだね。僕は照れくさくてただ笑った。そうかもね。動けないってすごいことなのかもしれないね。僕ってすごいのかもしれないね。今日も僕はいつものように考えている。宇宙のこと、分子のこと、古代のこと、それから動けるってどんな感じかなとかね。